こんにちは、あるいはこんばんは、ゆあんど院長です。はい、今日もいただいたマシュマロに答える動画ばかりを山のように撮っておりますので、はい、いただいた質問を読んでいきたいと思います。どうして人の心のキャパシティって人それぞれなんだと思いますか？私も世の中のサラリーマンみたいに週5で満員電車に揺られながら会社に行って、残業までして1日の仕事を終えて家帰ってビール飲んで寝てって生活をずっとこなしていたかったです。なんでそれが耐えられる人と耐えられない人がいるんでしょうか？前職で心身ぶっ壊す前から酒も飲めないアラサー女性からの質問ですね。はい。何が言ってんだろうな。まあ世の中でね、よくいろいろこうさ、まあ僕はあのヤフーニュース入れてさ、こうパッと上がってくるニュースをこう見ていくと、やっぱよく多いのは、まあ、多様性。はい。多様性を受け入れろ、だの、それは多様性と言われるものではないんじゃないかとかさ、そういった感じのさ、ニュースとかめっちゃ多いなって思うんでね。まあそれはあの、LGBT とか、そっち系の話になると思うんだけど、人ってさ、みんなが一緒だったらさ、何が起こるかってわかります？何も進歩しないってことなんですよ。みんなが同じだったら、進歩しないし、人の心がそこに、動かなくなるんだよ。できること、人よりもできることがあって、人よりもできないことがある。それはみんなにあるんだよ。だから、あなたにとっての狭いキャパシティの部分があって、かもしれないけど、誰よりも何か広い要素を持ってるものっていうのがあるかもしれないわけですよ。それは分からないですけど、言うたらですね、僕はね、サラリーマンもやってたっけ、まあ週5で月に1回ぐらい土曜日の出勤があったのかな、1、2回かなあったんだけど、まあね、俺は逆に言うと俺も耐えられなかった方だから、当時はね、練馬区に住んでましたけど、電車に揺られ朝っぱらからで会社に行って、その日の一日の仕事のスケジュールを見て、まあ、外回りの代行屋さんだったんで、そこから車で外を出てくるんですけど、まあその代行なんで仕事終わるのはそれぞれ社員の中でもみんなバラバラになるわけよ。で遅かったり早かったりもするんで、早いってことは俺はなかったけど、まあ終電ギリギリっていうのもしょっちゅうあって、だんだんやっぱ仕事を覚えて責任が増えてきちゃって、で結局なんか4か5かみたいな、何個もこう部署掛け持ちみたいな状態になっちゃって、でそれでまあ俺は心身崩さなかったですけどね。はい。だって辞めりゃいいんだもん、仕事なんて。自分で起こした会社とかだったら自分に責任があるし、その下にスタッフがついちゃったら簡単にこう逃げられないけど、自分で起こした会社じゃないし、代わりはいくらでもいるんですよ。だからすぐ辞めるんですよ。で、ただなんで俺が辞めちゃったかっていうと、給料も手取り30万いかないぐらいかな、まあ、そんな多くないけど、まあ給料もらえてたけど、まあ正直言ってね、何にも面白くない。何にも面白くない。この仕事って思って。やりたいことやってたわけじゃないからね。だから仕事辞めて、10ヶ月ぐらいニートして、で、まあ手に職。まあ自分にとってはね、30代で一生もの仕事したいと思ってたから、で、サラリーマン経験したことなかったんで、まあ経験のためにやったってとこあるんだけど、それでまあ、自分で独立開業しちゃったんだけどそんな生活してたら本当につまんないよ。俺は逆に耐えられないもん。確かにこういう人いると思うし、俺は逆にね、このこういうことをずっと耐えられる人ってすごいなって思ってる。俺にはできないから。だからそういうことじゃない、人それぞれじゃん。それの何が悪いんだろうかって俺は思う。それぞれじゃなかったら、あなたはここが弱いから、じゃあ私が補うねっていうのは発生しない世の中になるんだよね。で、不便が発生しなくなるんだよね。そうするとさ、進歩しないんで人って。弱さがあるから、成長するんだもん。個性がなきゃ、個性までなくなっていくんだよ。だからみんなバラバラでちょうどいいんだよ。なんでそういう風に考えられないのかな。もう一緒じゃなきゃいけないのかな。耐えられるなら俺もずっとサラリーマンやってたと思うし。まあ言うたら、
今ね、独立開業してる、まあ、整体院の院長先生で、まあ、今も株式化してるので、まあ、株式会社イワンドの社長なんですけど、僕は。自分でサラリーマンできないからこうなってるだけだしね。で、まあ、前職の整体院で、きちんと、その、仕事に見合った給料をもらえてるんだったら、俺、店なんか出さないですから。それでもね、奇妙な僕の3部のね、ホルホースっていうのがいるんですけど、1番よりナンバー2。俺もその考えなんで、もう、全然その、自分の実力を発揮させてくれて、給料さえちゃんとくれてれば、俺辞めないんですよ。くれなかったんで辞めたんで、全くと言ってから給料くれなかったんで、はい、心身のバランスどころじゃなくて、生活がままならないっていう。はい。まあ親にね、だいぶ迷惑かけた時期ではあるんだけど、だからそれでいいんじゃないの？だから俺はそれができないから、サラリーマンができないから、こうやって整体師やって、で、やった先で、まあ美容系の内容をちょっと知って、で、自分で独立して、より研究して、そしたらそっちに才能があったって。だから俺とかみんなが、その、できるキャパが、一緒だったらこのチャンネルもないわけよ。でしょ？だからこう世の中に多様性が出てくるから面白いんじゃん。そうだと思うよ。だそれをさ、自分で否定してっからダメなんだよ。耐えられないんじゃなくて、それがお前だ。これに耐えられるのが自分で、これには耐えられないのも自分で。そういう自分をと向き合った方がいいと思うよ。こういうこと考えるんだったら。こんな暇あるなら、こんなこと考える暇があるならね。答えなんかないんだもん、これ。それぞれがあって、それぞれの個性。それも個性の一つなんですよ。だそんなこと否定も肯定もできないんだよ。はい。だって俺だって、なんだろう、サラリーマンが楽してたと思わないけど、なんか、会社勤めさえしてればお給料がもらえるっていう、まあ、イメージね。あくまで。もう苦労しておられるサラリーマンの方もいっぱいいますけど、いるのも分かってますけど、イメージの話ね。はい。で、自分がその、1年半か2年ぐらいしかいなかったけど、その中のやっぱイメージとしては、なんか自分でこう、飯の種を作っていくっていうか、整体院だってさ、ただ腕が良きやつから売れるわけじゃないんで、戦略を的にこうやってったり、ね。まあ、何でも言ってるけど、もうやりたくない。まずさ、画面にこう出る。まあ、YouTube。みたいなこともやらなきゃいけなかったりとか、だから YouTube で撮るだけだったらいいけど、まあ、編集もして、で、その定期的にこうやってったりとかさ、そっちの方はすげえ強かったんだね、だからそういうのができたんだよ。だからそうやって分かるんだよ。自分と向き合ってれば自分にできることは。向き合いなさい。もう誰か分かってるんで、はっきり言いますけど、向き合ってください、ちゃんと自分に。はい。こんな投げかけたって何も変わらないよ。自分の理想ばっかり掲げてたって、そんなものになれるわけないんだから、持ってないものにはなれないから。本当に持ってないかどうか本気で探さなきゃわかんないけど、今そういうところじゃないでしょ？はい。わかってもらえるかね、本当に。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあまあ、こう関係ない人には何言ってんだかさっぱりわかんないと思うけどね。はい。ということで、以上で動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。